まさか私がベルナデッタ殿に書類を届けることになろうとは。ベルナデッタ殿は大層な怖がり、一体何と声をかけるべきであろう。いや、そもそも私のような中年の親父が声をかける時点で怖がられそうな気がする。ああ、ダメだ、絶対に騒ぎになる。困った、実に困った。アロイスさん、ベルの部屋の前で何してるんですか？ベルナデッタ殿に用があるのだが、なんと声をかけたものか悩んでいるのだ。そうなんですか、よくわかりませんけど大変なんですね。で、ベルに用って何なんですか？ちと届け物があってな、たまたま私が頼まれて届けに来たのだ。もうすみません、わざわざありがとうございます。いや、何、礼には及ばん。さあこれだ、受け取ってくれ。ありがとうございます。じゃあ私は部屋に戻るので、これで。ああ、こちらこそ助かったぞ。ベルナデッタ殿のおかげで少し落ち着いた。よし、それでは覚悟を決めて、いざベルナデッタ殿に声を。え？違う、さっきのがベルナデッタ殿ではないか。なんだったのだ今のは。普通に話せていたように思えるが、というより怖がられるどころかむしろ親しげであった気さえする。ぐい、頬をつねっても痛いぞ。どうやら夢ではないようだな。難題が片付いたのは良いものの、拍子抜けというか、なんというか、わからん、さっぱりわからん。普段の怖がりなベルナデッタ殿はどこへ。あの後ろ姿はベルナデッタ殿。今は一人か。ならばちょうどよい。ベルナデッタ殿、聞きたいことがあるのだが、よいだろうか。私に何の用でしょう。まさかあの件でしょうか。いえ、私何も見てません。まさかあの人にあんな趣味があるなんて、見てませんよ。あんな格好であんなところを。忘れますから、口封じだけは。待った、私だ、アロイスだ。落ち着いてくれベルナデッタ殿。え、わ、本当にアロイスさんだ。アロイスさんですね。はあ、よかった。私だ。正直何の話か気になるな。ひとまず落ち着いてくれて何よりだ。それでアロイスさん、私に何かご用ですか？お、そうだった、ベルナデッタ殿に聞きたいことがあるのだ。先ほどのようにあなたは本来怖がりだと思っていたのだが、なぜ私は大丈夫なのだ？前に届け物をした時からずっと疑問だった。今も全く怖がっていないように見える。アロイスさん、まさか怖がられたいんですか？ああ、いや、そんなことは決してない。ただ純粋に疑問だっただけだ。それはですね、アロイスさんがベルの親戚のおじさんに似てるからです。おじさんは私に優しかった唯一の人で、普通に話せるただ一人の男性なんですよ。あ、いや、先生も大丈夫なんで、ただ一人じゃないかも。まあともかく、ベルとおじさんは友達だったんです。ごくたまにしか会えませんでしたけど。だからアロイスさんと話してると、おじさんと話してるみたいで平気なんです。なるほど、そういうわけだったのか。
ようやく謎が解けたな。しかし私はおじさんとやらにそこまで似ているのか。顔がか、体型がか。顔も体型もなんとなく似てますけど、一番そっくりなのは性格ですかね。性格？おじさんもアロイスさんみたいにいつも明るくて優しいんですよ。それは光栄だ。こうなったら私も一度そのおじさんに会ってみたいぞ。ベルナデッタ殿、彼は今何をしているのだ？おじさんですか？おじさんは…そうだ、ベル、ちょっと急用があったんでした。失礼します。久しぶりのお休み。一日中部屋にこもって何しようかな。ベルナデッタ殿、少しいいだろうか。私だ、アロイスだ。落ち着いてくれ、ベルナデッタ殿。なんだ、アロイスさんか。ベルはてっきり…いえ、なんでもないです。本当に何を見たのか気になるが、まあ今はそれは置いておくとしよう。ベルナデッタ殿、先日は申し訳なかった。知らぬこととはいえ、とんだ失礼をしたな。ベル、何かアロイスさんにされましたっけ？ベルナデッタ殿の親戚のおじさんのことだ。まさか亡くなっていたとは知らずに。ああ、おじさんのことですか。いいんです、気にしないでください。いや、しかしあの時ベルナデッタ殿は少し暗い顔をしていた。あなたの心の傷に触れたかと思うと謝罪の言葉もない。本当に申し訳なかった。もう、アロイスさんってば。そんなところもおじさんそっくりですね。大丈夫なんです、アロイスさん。むしろあの日は思い出話ができて楽しくて。そうであったか。ではなぜあの時ベルナデッタ殿は暗い顔？実はしばらくおじさんのお墓参りに行けてなかったなって。私の唯一の外出だったから、おじさん心配してるかなって思ったら。ちょっと。なるほど、ベルナデッタ殿は本当に彼が好きだったのだな。そうだ、いいことを思いつきました。ハロイスさん、今度私と一緒におじさんのお墓参りに行きませんか？私がベルナデッタ殿のおじさんの墓参り？何の縁もない気もするが。縁ならありますよ、ベルです。まあ言われてみれば。分かった、心得た。ベルナデッタ殿、私でよければ一緒に墓参りに行こう。はい、約束ですよ、おじさん。その、間違えました。